柏台駅は神奈川県海老名市柏ヶ谷にある相模鉄道本線の駅。駅番号は SO17、座間市、綾瀬市との市境に近い。以前は柏台管区として相模大塚東駅間を管理していた。現在、旧柏台管区は全駅海老名管区となっている。島式ホーム2面4線を有する地上駅。改札口は 西口と東口の2カ所がある。西口は、京城駅舎になっている。東口は、かつての大塚本町駅で、ホームから駅舎まで350メートルほどの長い通路で連絡している。その通路が、大塚本町駅のホーム跡である。駅構内には、相模鉄道の車両基地及び、車両研修施設であるカシュア大車両センターがある。その関係で、 横浜発の最終電車は当駅止まりである。すべて西口改札街に所在する。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。柏台駅前、ロータリーバス停は、駅西口に隣接。柏台駅バス停は、駅西口より、徒歩1分。柏台駅、入口バス停は東口にある。当駅所在地の柏が屋に由来する。なお、 柏ヶ谷の地名の由来については、柏ヶ谷地名の由来を参照のこと。当駅海老名駅の駅間距離は 2.8km であり、これは相鉄線の中では最も長い。ただし、現在建設中の相鉄新横浜線、羽沢横浜国内駅新横浜駅間 4.2km が、これを上回る見込みとなっている。ありがとうございます。